島金の最近埼玉。全盲の活動家島金、島金也です。皆さんのご近所に歩道橋はありますでしょうか？今から40年から50年ほど前、昭和40年代、50年代は交通戦争などと呼ばれるくらい自動車事故が多発、死傷者数も現在の4から5倍近くに達していました。この事故対策の一つとして、特に学校の通学路を中心に交通量の多い道路に歩道橋が設置されていったんですよね。そんな歩道橋ですが、一体今はどんな感じになっているのでしょうか？現在埼玉市内で市が管理する歩道橋は42橋あるそうです。今日はそのうちの4橋を実際に訪ねウォッチしたいと思います。それではスタートです。島金の最近埼玉。島金が行く問題の現場。今や無用の長物、この歩道橋っているの？こちら中央区埼玉芸術劇場の近くの上峰歩道橋のちょうど階段の上り口のところに今おります。ここは交差点、やはり横断歩道がなくてこの歩道橋しかない、そんな感じでございます。ちょっと変わった作りというか、階段がなんか螺旋階段になってるってことで、あんまり見たことないような歩道橋ですね。今中央区桜丘にございます世の南歩道橋のところにおります。ちょうどこの脇をバイパスが通っていまして、まあもちろん交通量が大変多いバイパスですが、この歩道橋の近くには横断歩道が全くないような場所でございます。ちょうどですね、今この歩道橋改修といいますか、まあ少し傷んだところを補修しているような形で工事中になっておりまして、今これ渡れない状況になっています。多分日常この歩道橋、こちらの桜丘の方から反対側与野公園の方につながるような歩道橋になっているということでございまして、今日はですね、まあこの工事中で渡れないもんですから、渡ってる人はまあもちろんいないんですけど、日常的にはね、多分与野公園の方に朝散歩に行かれるとか、そういう方たちがそれなりにがお使いになってるんじゃないかなと予想しますが、やはりこういった形で使われている歩道橋も時折こういった形でメンテナンスをしないと、当然鉄でできてるわけですからね、錆が出てしまったり、あとまあこの階段や歩道の部分も傷みがあったり、その補修を時折こうしなきゃならないと、やはり歩道橋は大変メンテナンスにも費用がかかるということがお分かりいただけるんじゃないでしょうか。こちら世の南歩道橋、ちょうどこの入り口からレポートをさせていただきました。はい、こちらの中央区の大戸にございます大戸の歩道橋でございます。埼玉市役所からもそんな遠くないところでございます。今日は道交援護事業所のキップさんから、私の道交援護に来てくださいましたガイドさんと一緒にこの歩道橋を渡りたいと思います。よろしくお願いします。今歩道橋の周辺なんですけど、はい、横断歩道はありますか？そうですね、ありますね。あります、はい、ということは、はい、この歩道橋を渡らなくても反対側に渡れる横断歩道がこの近くにあるってことですか？そうですね、ただ信号がないので、あ、横断歩道だけあるの。だから信号のない横断歩道が近くにね、はい、横断歩道とか歩道橋をね渡ってる方ってこの数分ぐらいのうちでいらっしゃいます？ですね、今話してる限りいらっしゃらないですね。なるほどね、はい、そうですか。お一人でこう例えば出かけたり通学なさったりするときに歩道橋って日常で使うことあります？そうですね、まあ、たまに使いますけれども、たまに日常的に頻繁に使うことはほぼなくて、まあご自宅の近くとか学校の近くだとかで、その歩道橋を渡った方が安心とか安全とか。そうですね、車通りが多い道なので、歩道橋を渡って向こう側に渡る場所はあります、ね、他の方もたくさん結構渡ってる歩道橋ですか？そうですね、そこは皆さん歩道橋を使って渡ってらっしゃる方が多いです、うん、なるほどね、わかりました。これからじゃあ一緒に渡っていただきたいと思います。はい、目の前は段差は一段だけちょっと低くて、はい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 、はい、ここから階段ね、はい、はい、ここで一旦くるっと回転します。はい、はい、また目の前の階段からスタートです。はいはい、わかりました、はい、
はい、どうも。はい。ここは別に屋根とかあるわけじゃないんですね。そうですね、何もないですね。これね、壁が結構高いなと思ったのは、やっぱり音が遮蔽されてるなってのが。なるほど。はい、とにかく視覚障害者は耳を頼りにしてるんで。そうですよね。はい、どうぞ。はい、終わりです。ここ転換します。はい、はい、はい、どうぞ。はい、最後一段浅めの階段が、はい、はい、どうぞ。はい、終わりです。はい、中央区鈴谷にございます鈴谷歩道橋の今ちょうど上り口のところにおります。この歩道橋は、近くにございます鈴谷小学校から右折校を渡れるような形になっているので、まさにこの通学路の安全のために作られた歩道橋だと思います。まあ、近くに横断歩道もなくで車の交通もかなりありますので、やはり通学路として、小学生の皆さんの安全のためには大事な歩道橋かとは思います。実はこの歩道橋、他の歩道橋と異なり、さいたま市が行っています歩道橋ネーミングライツパートナーという取り組みが行われている歩道橋です。この歩道橋ネーミングライツパートナーとは、広告主の民間企業が月額2万5000以上の広告代を払って歩道橋に広告が表示できるというもので、こちら鈴谷歩道橋には不動産業者さんの名前が表示されているようです。詳細はリンク先のさいたま市の関連ホームページをご覧ください。島金の最近埼玉、島金が行く問題の現場、今や不要の長物、この歩道橋っているの、いかがでしたでしょうか。確かに今でもとても交通量が多い片側2車線とか3車線と道幅が広く頻繁に渋滞が起きるような幹線道路においては、歩道橋や地下道で人と車の通行を分離するという方法は重要かもしれません。ただし車椅子利用者やシルバーカーの利用者、歩行に困難を抱えておられる方々やベビーカーの利用者など、階段の利用ができない困難な方たちへの配慮は可能な限り担保しなければならないと思います。そうして総合的に考えてみますと、すでにその役目を終えたと思われる歩道橋を残しておくのはいかがなものでしょうか。もちろん必要性がまだまだ高く、続くと見込まれるものは埼玉市が行っておられます。歩道橋ネーミングライツパートナーのようなランニングコストを少しでも圧縮しながら運営していける方策を講じていくべきでしょう。時の流れとともに、特に公共の設備インフラは変化しなければならないと思います。思い切ってやめるものはやめる、新たにやらなければならないことはしっかりとやる。もちろん急にやめたり身勝手に始めるのではなく、地域においてはちゃんと合意形成をしっかり行いながらしっかり進めることは当然です。今回歩道橋を例に、必要なのか不必要なのか、残す残さないという視点で今後の地域の設備インフラの在り方を取り上げてみました。私島金が政治判断の核に位置づけているのは、できるかできないかではなく、やるかやらないかということです。政治がそれをやらなくして誰がやるというのでしょうか。これからもしっかりと地域を歩き、誰も置き去りにしない、どなたにとっても暮らしやすい地域づくりに精進してまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします。それでは皆さん、お元気で。